水上オートバイ。水上オートバイは、船舶の一種。推進力として、ウォータージェット推進システムを用い、ハンドルバーの操作と操縦者の身体バランスにより、操縦するもの。一人乗り、スタンドアップタイプと二人三人四人乗り、ランナーバウトタイプの二種類に分類される。日本では、船舶職員及び小型船舶操縦者法における、特殊小型船舶を指す。 別名水上バイクとも呼ばれる。英語圏では、一般的にパーソナルウォータークラフト、PWC と呼ばれ、プレジャーボートに包括されている。メーカー別では、ジェットスキー、川崎、マリンジェット、ヤマハ、シールー、ボンバルディアが登録商標となっている。しかし、特に、ジェットスキーの名称は、水上オートバイ全体を指す名称として使用される、ことがある。なお、 シールには、エンジンや推進システムに、水上バイクと同様のものを用いが、乗員ごとに独立した、直列にまたがるものでないシートを備え、環状のステアリングにより操舵する、スポーツボート、4から10人乗りと呼ぶものがある。このようなタイプのボートは通常、ジェットボートと呼ばれ、水上バイクと区別される。船舶職員及び小型船舶操縦者法。 思考規則第127条から抜粋。以下のように様々な楽しみ方があるが、いかなる場合でも、法令及び、各水域のローカルルールを遵守し、周囲の迷惑にならないよう留意する必要がある。水上警察や消防などの沿岸警備隊、海軍や海兵隊などの軍隊のほか、民間のレスキュー会社や団体でもレスキュー用として配備している。 機動力と入手の容易さから、警備隊や正規軍だけでなく、海賊やテログループなどが、船舶に対する奇襲として利用することもある。最近は、ボートや、サーフィンなどのイベントでも、レスキュー艇として使用される機会が増えており、2005年8から9月にかけて、岐阜県海津市の長良川で開催された、世界ボート選手権において、地元ショップの協力により、水上バイクが、 レスキューのために用意された。市川市消防局でもレスキューに水上バイクを使用している。2007年6月3日付で宮崎市消防局に全国で初めて水上バイクの愛好者で作る水上バイク隊が発足した。2010年には水上バイク愛好者やライフセーバーなどからなる日本青バイ隊が発足した。水上オートバイは その構造及び力学的特性により他の乗り物にはない危険性を内包している。そこから生まれる緊張感も水上オートバイの魅力の一つではあるがマナーやルールを無視する愛好家が極めて多く見受けられ、またシーズン中の事故がマスコミで大きく取り上げられるため水上オートバイは反社会的であるというイメージが凍りつつある。この節では その水上オートバイの危険性について簡単に説明する。まず、水上オートバイには陸のオートバイと違い、ブレーキはない。一般的に船舶にはブレーキがあるものの方が稀で、あり、停止する際には水の抵抗で止まる。特性として低速走行時には特に不安定であり、転倒しやすい。ある程度以上のスピードになると安定するが、そのバランスは 波の衝撃などによって崩れ、操縦者がバランスを制御しきれない場合は、操縦者の落水、転倒や、船体の転覆を招く。特に雨天時には、視界が悪くなるので、天候の変化に留意するとともに、やむを得ず雨天時に操船する場合は、安全に低速で走行する必要がある。また、水上オートバイは、陸上を走る二輪車と同様に、 乗員を保護する箱構造を持たず、剥き出しのまま乗船するものであるため、救命胴衣の着用は義務であるが、事故の際は、乗員は密室で放り出され、衝撃を受け止めることとなるとともに水に触れるので、体温が奪われやすくなる点に注意が必要となる。しかも、一旦海に放り出された場合、意識がなければ、溺死の危険性があり、仮に意識があっても、水上をオートバイと離れたり、 機関が作動しなければ、人間の力では岸まで自力で機関することは極めて困難であることも危険を増大させる要素である。水上オートバイの持つ高い機動性も危険を拡大する方向に向うる。例えば、水上オートバイは船舶と比べて小さいため、水面では目立ちにくい。漁をしている最中でも、隙間を縫って走る水上オートバイの進路を漁船が塞いだり、 水面で停戦している漁船が直進する水上オートバイの振動を塞いだりすることによる衝突事故の区は漁船操船者が水上オートバイを見落としたことによって発生するものである。水上オートバイは巡航を楽しむというよりターンを楽しむものであるため他の操縦者からすれば不必要かつ急な高速ターンをするために予想しきれない行動ゆえの衝突事故を起こしやすい。 その他、ウォータージェット推進装置から吹き出した水が、肛門から体内に入って、内臓を傷つける死傷事故も起きている。水上オートバイは、その手軽さから、モラルの低いライダーによる暴走や無視覚者による、未熟な操船が後を絶たず、地元住民や観光客に、深刻な騒音被害を与えることがある。また、漁場近くで、水上オートバイを操縦して、巨場を荒らし、 漁獲量を減らしたり、海水浴場近くで操縦したりして、海水浴客との衝突事故を起こし、ライダーや海水浴客が死亡や重傷を負うといった事例も報告されている。2013年8月には、能登島のイルカウォッチングが行われている家で12台の水上オートバイが約3時間にわたりイカを追い回し、その後イルカの姿が見られなくなる事件が起きた。 海上保安庁や水上警察による取り締まりや、メーカーや愛好者団体によるマナー向上活動の取り組みはされているが、最終的には操縦者の人間としてのモラルの問題であるところが大きい。水上オートバイに関する苦情が増えていたこと等を受け、2017年には、2020年、東京オリンピック等に対応するため警視庁による設置された有識者懇談会、座長、 藤原静雄により、高校区域や飲酒運転、騒音等の規制や安全講習会の開催を定めるように提言が行われた。また、水上をオートバイの出す水流及び排気ガスが環境面に与える影響も指摘されており、対策が講じられている。木曽川、長良川では、水流が魚の産卵場所である川床を破壊しないよ。 高校規制が行われるなどの取り組みがされている。また、排気ガスについては、従来水上オートバイのほとんどが2、ストローク機関という極めて環境負荷の高いエンジンを搭載していが、近年は、主要市場である米国の厳しい環境、騒音規制もあり、4ストローク機関、ヤマハ MJFX など、や、環境対応型の2ストローク機関への転換。 低騒音タイプの旧配備システムの装備が進んでいる。2006年の時点で日本国内でラインナップされている水上オートバイは20機種、ヤマハ7、川崎4、シード9あるが、販売の主流である3人乗りのランナバウトは全て4ストローク機関を搭載しており、従来型にストローク機関を搭載したものは4機種、全て定員1名と少数派になっている。 環境対応型の2ストローク期間には、エンジン燃焼室内に燃料を直接噴射して、排気ガスの抵抗外化を図るもの、ボンバルディエ s などを 3DDI などと、電子制御式燃料噴射装置と排気管に備えた、触媒装置の併用により、排気ガスを浄化するもの、ヤマハ MJGP1300R が挙げられる。日本国内でも、ビワコでは、 滋賀県ビワコのレジャー利用の適正化に関する条例、ビワコルールにより、従来が谷ストロークエンジンの使用が禁止、経過措置ありされるなどの取り組みがなされており、従来が谷ストロークエンジンの使用は減少していくものと思われる。水上オートバイのメーカーも安全な水上オートバイを目指しての開発を進めており、最近の主力モデルでは低速時の操舎を補助する装置、 前日、構造欄参照や、初心者などに配慮た出力制御装置などの措置が装備、されている。水上オートバイに乗船する際身につける装備を言う。衣類に属するものは、ライディングウェアと呼ぶ。専用のライディングウェアが市販されている。それらは、水上オートバイの乗船姿勢に合わせて裁断され、防護性も考えられており、ライディングに適した機能を持つ。 日本では2002年の免許改正により、ライダー及びその同乗者は、救命胴衣を着用することが義務付けられた。違反した場合は6ヶ月以内の操縦禁止の行政処分を受けることになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。